皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回はですね、職員レビューということで動画を投稿していきます。それでは早速紹介していきます。今回紹介するお菓子なんですが、お菓子はこちらです。えー、韓国ですね。韓国でまあ結構人気があるみたいで、えー、ネットで調べたら韓国で人気のお菓子みたいです。 えっと、こちらですね。えっ、ー、と、オリオンから発売されている、ジョーっていうお菓子ですかね。まあ、韓国語うー、まあ、本当の読み方では、まあ、ジョンっていうらしいですね。ジョーという漢字を書いて、ジョンという、えっ、ー、と、名前らしいです。で、まあ、この通り。えっ、ー、と、文字は全部、 韓国語ですで、まあ、こんな感じのお菓子ですね。で、えー、っと、2個入ってるみたいです。で、値段は36円ですね。はい。まあ、プラス税って書いてありますね。す、ま、ね、あ。 はい。<laughs> では、早速、まあ、開けていきます。 で、まあ、箱はこんな感じです。まあ、意外と小さい感じがしますね。箱。箱が、はい。箱が結構小さい感じです。では、箱全体を見ていきたいと思います。チョコパイって書いてありますねで。2個入りと。で、まあ、 日本語のシールが貼られています。で、まあ、こんな感じですね。で、ここは製造月日ですね。2016年8月31日39。39分に作られたってことですね。で、下は賞味期限になります。2017年2月28日ですね。で、ここに注目していただきたいんですが、 シンス1974と書いてあります。ということは、1974年からあるっていうことですね。結構、まあ、ロングセラー、商品、なんですかね。それでは、早速、開封していきます。 こんな感じに入っているんですね。 こんな感じです。いや、本当に、チョコパイですね。はい。それでは断面を見てみたいと思います。 こんな感じですね。スポンジケーキと、まあ、クリームですね。で、上にえチョコレートコーティングがされています。で、まあ、やや硬めな感じですね。それでは早速いただきます。 甘さは結構控えめですね。はい。で、このスポンジケーキの部分は結構パサパサしてる感じですね。しっとり、なんか柔らかい感じではなく、パサパサで。はい。で、このさっきクリームって言ったんですが、これマシュマロですね。はい。マシュマロです。美味しいです。<laughs> グーです。はい。とてもおい美味しいです。今回は、 韓国の、まあ、人気のお菓子、ジョンというお菓子をレビューしました。もしちょっと気になった方がいましたら、まあ、買ってみるのもいいかと思います。まあ、値段も36円だったので、まあ、プラスあと税が付くと思うんですが、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。